マジメンゴ謝罪の意思が伝わんねえぞそれパート100だよこれそうだよクミさんパート100お札だからね仲間をやべえよこんにちは、こんばんは。赤髪クラフトだよっす。よっす。よっす。ほら。ね。ほらじゃねえ。ハマるんだってよっすに。ハマってると思ってます今の。アンチよっすの皆さん。よっす。アンチよっす。今回は記念すべき赤髪クラフトクラシックパート100ということで。すごい。すごい。今までね、こう作ったものいっぱいあるんで、今回は振り返っていこうと思います。入ってる満月だちゃんと音も入ってるし録画もスタートしてる緑の10日大丈夫ですか黒巻あぶね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 ナイスチェックナイスチェッククミさんおらんよクミさんは僕たちの心にいるんだよあそれでいい、うん、それでいいといや多分どっかにいるクミさんを探す最初にクミさん見つけた人の勝ちで、ね、よーいスタートどこだおクミさんを探す入ってから来てなくない入ってるいやいやさっきインしてるインしてるタブで見るとインしてるクミさん見つけてクミさんの隣に立った人の勝ちねマジどこだどこ行ったいや分かった多分拠点の方に荷物整理してるよねあれいねえ休拠点じゃないえあ休拠点の方行った休拠点拠点か書けよここで勝手に鳥ちゃんのそのあのこの崖の下拠点でなんか荷物漁ってるいやいやここはないと思うけどな何もただ食料とかがあるだけだから荷物漁ってるはやばいよだって荷物漁るもんクミさん確かにあの動物元の図鑑にクミさんがあったら勝手に荷物漁るっていう特徴が書かれてるアライグマみたいなアライグマねアライグマアライグマえどこ行ったえじゃあもう旧拠点かな旧拠点じゃないですかこの感じは旧拠点にかける旧拠点で全部漁るよマジでいないじゃんあいたいた鳥ちゃんの血の地下だこれなんか名前が見えたやばいやばいやばいいたいたいたやられてるこれやられてるマジでやられてるこれやられてる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 これ絶対そうだいた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 めっちゃ見てる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 何してんの何が欲しかったんだろう何してんのあんた現行犯じゃないですかこれやったななんかやったってやったってやったっつってるえやった何やった何もやったんだ取った早めに認めたな取ったね何取ったえもしかして勝手にダイヤ使って装備やって勝手にエンチャントしたやばいやばいそれはやってないさすがにそれはやってない何をしたのちょっと100回撮影どころじゃないねこれ、うん、これはちょっと赤髪クラフトパート100やったね取り調べ室作ろうまだ犯人武装解いてないから危険だからこれ気をつけてまだバリバリの武装してるほら機動隊弱んていうからこれ、うん、黒いインゴットだからネザライトのインゴットを取ろうとしてたんだってうわやばい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 危なでも残念ながらネザライトのインゴット全部俺献上したんでないですよないほらクミさんだけだよこんなところに剣2つ作ってんのそれはあかんですよそれはダメよクミさん本当にインゴットは今一番必要ですからねなんならしかもあれじゃない俺が気づかなかったらドキッとした話を言った時クミさんの名前出した時ねえ何をしてんだあんた本当に今思えばこれが伏線になってたのかここがあーそっか凍ってたわマジメンゴ謝罪の意思が伝わんねえぞそれ誠意とは刑重くなりますねこれちょっと刑重くなるねなどと供述しておりでマジメンゴなどと供述しておりあいかんまたクラッシュしたなんでだ、まあ、大丈夫かさいいよまあ待つけど全然怪しいけんなんか俺がおらんくなっても続けようってやつもあんまなんその寂しいこと言うのあつさんいやいや、これは勝手に出入りする。あ、そう、こちら。ここで CM です。ピンポーン。つい先日予約が開始されました。赤髪ぬいぐるみ、みんなはもうチェックしたかな？さあ。
してくれたかな。してくれた。ついにね、念願のぬいぐるみということで、2月28日まで予約受け付けられます。あの完全生産中、完全受注生産なのであのみんなの手に行きますので完全生産中止はまずいよ、それはやばい、それはまずいよ。あのぜひぜひこの機会に、お買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回は記念すべき赤紙クラフトクラシックパート100ということで、今までねこう作ったものいっぱいあるんで、今回は振り返っていこうと思います。はいはい。いやー来たね、100。すごいね、100ね。え、いろんなことやりましたよ。もう覚えてないもんな。まずはここに降り立ってなんたらかんたらしてたんだよね。なんたらかんたら、うん、で一覧がほらあったじゃない。こあ一覧あった。どっちだ、こっち側かな。あ、ここにあったのか。ここ平らにしたんだ。そう、あの建物はまだ一覧の一部だもんね。そうだ、ここを床にしたから、床は。そうそうそう。うわー懐かしい。セサミくんも最初ちっちゃかったもんね。ちっちゃいの作って大スケールで作ったんだよね。ね。あそこの上ですよ、ヒカキンさんが来てくれて、なんかブンブンハロー赤紙クラフト言ってくれたの、あの上で。おーい。おい、おい、そう、ソリちゃんが今いる場所を作ってる途中で、俺がその四色定理でソーラさんとバステンさんに恥をかかされた日ですね。で、うん、この辺で私があのシュレディンガーの猫の話を。シュレディンガーの猫の話が俺未だに解釈できない。生きてるか死んでるかのどちらかしかないじゃないですか。はいはいはい。ところが量子力学のその数式波動関数の収束っていう問題があるんです。核が分裂している状態と分裂してない状態が 50% ずつ重なり合った。したしたした。で、そこからソーラさんの一人シュレディンガー猫ライブが始まったんだよ。そういうことごめん、なんか今びっくりした。ゴーレムにターゲットしたらモバイルヨッピーっていうのが出てきたんだけど、これ何？これ、バイクさんがやってたの。モバイルヨッピーさっきゴソゴソしてたのはゴリをつけてたのか。あ、そういうことか、アイクさん。ちょうど話してる時に真ん中に来たよ。気になっちゃって。で、この出会い橋作ったんだよね。出会い橋、うん、出会い橋を作ったり。それと、クミさんの学生道場。ここ早かったよね、これ。ここ早かった、うん。ここがぼったくり牧場。ぼったくり牧場。え、地底人バステンってなんだっけ、これ。いつこんなサブタイトルついたっけ。最初からでしたっけ。どうでしょう、何なんだっけ。地底人バステ、バステさんがすぐ地下潜るから地底人って言ったんだっけ。いつも地下おるもんね。あとスミさん農場にもなんか名前つけたよね。なんだっけ、こあ、ガッポリ農場って書いてある。だ、俺の一人実況のとこから撮ったんだよ、これ。名前つけてね、クミさん、この牧場を。ガッポリ牧場。俺の一人実況見るなっつってるだろ。ガッポリ牧場ってやってたから、うんうん、ふんふんって、まあ誰も知らないと思うけども一人実況見てないはずだから、うんうん、ね、見てないもんね。うん、ガッポリ牧場、うん、見てないよ。投稿順番間違えちゃダメですよ、うん、おい、最近の全部の話してんな。絶対ダメだからね、俺のゼルダの実況なんて見たら本当に。もうあそこはもう投稿順序も間違うわ。おい、知ってんな。知ってんな、おい。絶対見るなよ。サムネも見たらダメだからね。サムネは見るやろ。え、ここは平らしこ。平らしこは最近だよね、この逆に作った。平らにっていう指示を、このしとこに、にをしとこに読んだ大バカ者たちのせいでですよ。いや、平らしこにしか読めない。いや、平らにです。あれはかまぼこ作り慣れてるから逆さまにしましょうで、かまぼこ逆さまに作ったんだ。すごいね、最近かまぼこって言わなくなったね。言わなくなったね、かまぼこ。かまぼこを追いたいですね、そろそろ。おお、っていうか、なんかこう蜂がすごいんやけど。そうなんですよ、ワトさん。ここも作ったんだよね、そういえば。ああだこうだ言いながらレールで回収するようにしたんだわ。待って、順番に巡っていくとしたら、ちょっとリセットで、こういって、ここの拠点は結構後の方だった気がする。ここの裏手やん。この階段登ってくれやない？階段登ってソーラさん。
竹下通りとかじゃない。竹下通り作ったわ、竹下通り。竹の下の通りで、ね、懐かしい。やったやった。竹の下くり抜いただけだな、よく見たら。竹の下と。ただそれだけだな。竹下通り。何にもない。あと誕生日で皆さんのお家を作ったんじゃなかったか。作った。まずソーラさんにはそのクソリンゴハウスを作った。リンゴハウス。焼きリンゴ。焼きリンゴハウス。ちょっと待って待って。俺の方が先だから。焼きリンゴハウスと、あ、そう、鳥ちゃんが休んだ時に鳥ちゃんが誕生日だったから。なんだっけ、うん、竹取物語作ってあげた。竹取物語。あ、竹と取物語。いいやろ、あれ。クワガタみたいになってるよ。クワガタしてるね。これが本当に意味がわからない、本当に。うまいな、竹と鳥で竹取物語はうまいな。芸術点高い、これは。中学生がギリ思いつくもんな。気持ち悪い。足が6本ついてんだよ、気持ち悪すぎるんだよな、本当に。気持ち悪い。気持ち悪い、これ。景観壊してるもんな。ねえ、壊してるよね。確実にこいつが。これは壊してる。だから、うん、でも使ってくれて、下発展してるもん ね、 ね、下発展させましたね、うん、はい、さっき現行犯逮捕起きたけどもそうですね、事故物件になっちゃいました。女の泥棒が入ってる。女の泥棒が入っちゃったからちょっと謝ってる。ヨピさんのやつの次がなんだっけ。え、ここら辺は作って、ソロさん作って、あ、あと、ワトさん、大工さんのお家に作った。あ、作った、そうそう、ワトさん、大工さんに作った家に作った、作った、作った、そうだ。ずっと空き家。空き家、そうだ。どうやって行くんだっけ、こっちから行くんだっけ。あったね。ちょうど交差するように、ソーラさんが作ってくれた。こう、へぇ。黒と白。あ、で、ここで、アサガミン会議。会議した、会議した。こうやって、なんか会議したわ。どこ？え、2階で。2階、うん、ここはあの赤髪会議場になります。赤髪サミットですよ、これ。あ、でもこれ作ったじゃん、これ超特急風車じゃなかったっけ、ね、これアイクさんが名付けたんだよ。それもだって俺の一人実況の虫の名前だろ、これ。知らないよ、絶対。そうね、絶対そうで、全然知らない。いや、絶対そう、俺の一人実況のからアイクさんのネーミングに脱帽マジで、うん、だったらアイクさんのネーミングセンスすごいいいわ。懐かしい、この風車も。僕夏？そう、僕夏から。そうだね、超特急風車の中はあのネザーゲートになってますね。うん、クリスマスツリーも作ったね。あと、そうだ、ジェットコースターとか作ったな、生ガミンで。あの、鯉のぼりとかも作ったやん。あ、作ったね、あっちでね、鯉のぼり向こうで。あれ結構早くなかった？早かった、早かった。皆さんの背丈とか、身長とかって、そう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 、ね、言ってた。ここ、そう、ライブ配信で作ったんだよ、ここ一部屋。同じ素材でみんな作ろうって。久しぶり来たわ、俺もなんか。あの、作って以来かもしれん。これ赤紙会議の場所だ、8月かまってる。なんでここにいるの？これ第1回赤紙サミットの開催場ですね。ここが、うん、あ、ここで俺がこうやって座ってた時に真後ろに雷が落ちて、室内の俺がダメージ食らうっていう。あったあった。あったよ。覚えてますね。やっぱ、覚えてんだな、みんなとの思い出は。どれが俺んちかな、自分がどれ作ったか覚えてない。それは覚えてないわ。自分のは分かる、俺。これ俺のだな。どれ？この今乗ってるとこみんなが。これ？こっちこっちこっち。これ青だからアイクさんじゃない。そっちがアイクさんで、こっちが俺ですね。俺は、俺は。ワトさんどれだ？俺作ったんかな、むしろ。え、みんな作ったと思うよ。みんな作ったこっち。あ、これバルコニーあるから、これソーラだ、作ったの。そうじゃない？記憶がない。これって言われてもわからんな。あれ、このついたてチャミンが作る感じするな。水色のガラス。あ、水色のガラス貼ってある？あ、ほんとだ。ワトさんじゃない、これ。あ、ぽいな。ダッサ。待って、ワトさん、それ他の人の建築だったらえらい騒ぎだよ、それは。あ、ほんとね。確かに。かっこいい。素晴らしいですね。ちょっと動画を遡ってみてほしい、これ。ねえ、今これ視聴者さんから来るよ。ワトさん、それ、あちゃみさんの建築ですよ。で、このまんま、じゃあ上行きますか。これがトライデントトラップ。うん。トライデントめちゃくちゃ手に入ったね、これ作ったおかげで。よいしょ。俺もさ、ついさっきまでお世話になって、今レベル30ですよ、約。私もここですごいお世話になりました、自分の実況で。ね、これほんといいわ。経験値トラップです、私の。これだって、ちょっといるだけでトライデントが今だって、めちゃくちゃあるもんな。あ、ほんと。15。合成しちゃえ。
あ、合成すればどんどん増えていくんだ、これ耐久が。そうですね、耐久増えていくんで、うん、なるほどね。で、お花見、確かにこれ確かさ、あのマイクラ公式のあれで作ったじゃん。リレー動画かなんかでやります、うん、そうそう、お花、ね、春、春のお題で、うん、それが初めてじゃなかったっけ、マイクラリレーって。ここが初めてだったっけ、うん、初期だったっけ、ね、で、ついこれでやったほらアップデートのやつもその企画のあれだからね、うん、であ、そうなん、そう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 、あ、ソワルさんが作った桜の木がうまかったんだ、そうだ。で、ワドさんがこのマス作ったんじゃなかった、作ったかな、何も覚えてない、嘘だろ、作ったかな、あー出てちゃった、あー本当だ、ごめんごめん、あと村人捕まえたりして、でかつクリスマスツリー作ったでしょ、うん、体育館は、体育館も作る、これライブじゃない、この生画面で作って、あれだよ、卒業式、うん、卒業式ってやったんだよ、うん、ちょっとコロナがね、流行り始めの頃でしたよね、2年前ってことじゃん、そうそうそう、2年前、うん、うん、で、去年の卒業式は生活サーバーでやったんだよ、あれから1年経つ、早い、早いね、早い、この体育館もよくできてる、よくできてんね、これ、うん、ちゃんと紅白の枠もあるし、バスケットゴール作っとかねえかんかったね、降りてくるやつの、え、これでしょ、バスケットゴール、うん、バスケットゴール、あ、これか、うん、あ、これか、うん、君は酔っ払ってるのか、さっきからあの、あげるやつがあるやん、でかい、あれ、鎖でガラ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 ってやつね、あるあるある、ゴキも形容されてるねえ、うまいよそれ。ちょうど細長くなるように半ブロック使ってんだもん。それ誰作ったんだろう。鳥ちゃんかな。ワトさん？絶対違うな。いや、ワトさんにしとこうじゃん、もうこれは。俺かな、やっぱ。ワトさんだよこれ。誰だろう、これコメントで教えてほしいね。誰だろう、うん。これ誰が作ったんだろう。見返せないともう誰も。これ誰だと思う。自分だと思うって言っといてこれ。俺じゃないな。俺ではない。俺でもない。印象に残ってない。あちゃみさんじゃない。誰だろう。ちゃみん。俺絶対俺じゃない、俺そんなことしないもん、俺でもないな、ソーラっぽくないじゃあ、うん、覚えてないよ、このコーツ使ってる時点でちょっとソーラさん感がある、コーツだからソーラっぽいわ、あーポーって言ってる、うん、ドラゴンボーって言ってるから多分そうだよ、コーツ今日ロビーとして反省しなさい、あんた本当にあなたの取れ高とこの会話のおかげであなたのシーンを一番最初に頭に持ってこなきゃいけなくなってるんだから、取れ高ってすごいね、パート100だよこれ、そうだよクミさん、パート100泥棒スタートだからね、仲間をやべえよいきなりの裏切り、ほんとよ、黒いインゴ盗もうとって何やばすぎでしょ丁寧に句読点で丸打ってんじゃねえよこっから先はセブンさんを呼んでいろいろ講師されたんだ、体育館裏で、スイッチの作り方、そうそうそう、暗っ、うわスイッチできてる、うわスイッチ、水槽と、スイッチ、うわスイッチ、水槽と水槽、うわスイッチだ、スイッチできてる、いた、雲か、あれこの先なんだっけ、その先海底神殿、海底神殿行ってみるしかなくない、これはもう行くだけ行くか、この先なんだっけな、ああ落とされた、ネザーのネザーののネザー、ああれだ、ネザーの天井に登ったんだこれ、天井、ああ帰る帰ろう帰ろう帰ろう。で、ここは歌詞つ、あ、これ最近ですよ、これ。これめっちゃ最近やん。めっちゃ最近、くるくる、ほら、くるくるスタート。なんかあれだね、その TikTok で流行ったやつ、我々がそのクソみたいな検証動画上げるの面白いよね。これちょっと誤差あるけど、まあいいよ、その誤差とか気にしないでやっちゃっていいよっていう。検証する気あるのかみたいな。ゆるすぎ。若いこと気にしないのがうちの現象だから、そうそうそうはーいやー気持ちいいぐらい早いねこれね、明らかですね、ただこれよりも鳥ちゃんのあれの方が早いんだもんな、ポリやろ、うん、どうなんだね、読み込みより早いんだもん、よっぽど早いよあれ、うん、読み込みあれは早すぎる、マップ読み込み早いから、確かにそれはあるわ、そしてここで歌詞作って、お魚トラップ作ったわ、あったなぁ、これのおかげでさ、
拠点の方にいるとイカが飛んでるように見えるんだよな。たまにありましたね、それは。これもあれなのかな、ちょっとバージョン 1.、わかんないけど、もう16、17、18まで来て、変わったのかな、やり方とか。あ、使えないんですかね。来てる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 、ほら、バセさん来てる魚。うん、上がってますね。あ、普通に来てんじゃん。あ、バチバチ来てる。あ、引っかかった、引っかかった。あ、全然来るじゃん、これ。稼働しますね。なんだ、現役なんだ、これ。ここ嫌な思い出が。なんだっけ、ここなんかあった、クミさん。トライデント。ここトライデント。待って、ここのトライデントぶん投げたんだっけ。この外見に向けて。あったー。俺の8時間挽回して。俺の8時間挽回してた。あ、どこやった今。え、嘘。え、今どこやなかった、本当にどこやった？ちょっと見てた？発見発見。おお、どれどれだった？これこの地面さ。あった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 。発見発見。ちょうど。ちょっと待って。これもアイさんのじゃない？魚トラップの間。あれ？あれ？俺が挑発したら本当にぶん投げたんだよね、あれね。確か。なかったね、いろんなことあったら、いろんなことあって覚えてねえわ。パート100分の思い出あるよ、これ、マジメンゴ。まあ、それはいいよ、クミさん。それはね。ねえ、クミさん、今日、ほんと、滞在人よ、滞在人。はい、そして、あちゃみさん、ワトさん宛てクイズとか。あった、夏 あれは、あの、牧場の奥っすね。あった、あった、あった。なんか、みんな足が白いか黒いかで判断してた気がする。この前のやつの方がよっぽど難しい。でもこの間のやつ投稿してから昔ありましたね、ワトさん、アチャミさんを当てるクイズっていうのやってて、来てて。わかる？わかるね、全然わかるね。これアイクさんの鯉のぼりだけ異様に小さい。そう、トリちゃんがちょっと作ってくれたんじゃん。アイクさんお休みだった気がするんだよ、その日。そう、だから代わりにね、立派なのこしらえといた。ね、だしかもこれあれだよね、クミさんの仮ブロック競争の時に一回壊されてまた壊されたんじゃないですか。そうですね、あったあった、取られたんや。夏マジめんご、いや、いいよもう。何それ、早まりの話よ。めっちゃ100回振り返りがね、そう、クミさん懺悔の旅になっているっていう。ね、あれ、ここの白いのところでスーツスキン出したんだよ。あ、撮った撮った、写真撮った、パッパッパッって写真撮った、ここで。うわ、懐かしい、うん、あとは何こっち、あっても早い時、このままなくなっちゃうけど、ゾンビ集めてこい選手権やったね、そういえばここら辺で。あ、 やりましたね、うん、もう解体されちゃいましたかね、場所は。このワールドか、鯉のぼり、鯉のぼりのところか、うん、そうか、利用されちゃったんだ、他。そうだね、あとちょっとツイッターで募集したんだけど、ツイッターではその動物集める選手権パート4 地獄のようなやつだよ。あれはだけはマジで覚えてるわ。おらんかったな、俺。あそこ、いたいた、ワツさんいた。そう、ワツさんがチーム分けしてくれたんだもん。はい、ワツさん仕切って。じゃあ、クミさんを、ヨッピーさんやな。いいね、いいね。アイクさんを、はい、ソーラさんかな。なるほど。トモさん、アチャミさんやろうね。なるほど。はいはいはい。で、俺が一番タイだ。バステンさん任せ。バステンさん任せ、かわいそう。そんな気がしたよ。ねえ、バステン。俺、バステンさんと二人で喋らないかも。二人で喋んなきゃいけない。二人で喋んなきゃいけない。これ超楽しい。二人きりクラフトだ。そう、全然覚えてない。うるさいチームとかさ、根は真面目とか、笑顔の人は真っ黒とかやったの。そう、無口チーム。確かね、ゴール直前でアイクさんにどうするか言われた覚えが。言われたら思い出すね。あとね、コップンカーはパート9ですね。俺がクミさんにずっとコップンカーって言った。コップンカー挨拶やろ、コップンカークミさんが作ってるのはコップンカーっつって、タイではこんにちはっていう意味なんだよ、クミさん。痛い、なんでなんでなんで、くどかった、くどかったわけ、ごめんね。あ、3つしちゃうのか。そう、でもな、コップンカーは女性の挨拶らしいね。ありがとうって意味だって、コップンカーは。ありがとうなんや。で、女性が言うのがコップンカーで、男性が使う場合にはコップンカップって言うんだって。
なんかありがとうでもそういうあれがあるんだね、使い方が、使い分けというか。勉強になった。男性言葉と女性言葉があるんだ。そういうことみたい。他はどれ作った？あとあれか、 1.16 のネザーのネザーハウスか、うん、あー作ったね、変な角生えてるやつね、うんうん、そう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 、管理さんが作ってくれたミニゲームがちょっと今、あの不具合で遊べませんか。光よりの原型みたいな。そうそうそう、光よりの原型があって、溶岩を通して矢を打って、うん、あったあったあった。あれはよし行くよ、ナスの与一ことワトヤンが行きますよ。おいよ、ナスヤン、ナスヤン行くよ。ナスヤン、ナスじゃん。エッグプラント、スタート。はい、外れ、外れ、惜しい、外れ、外れ。あったね、あれも面白かったな。まあ、ああやって自分たちでミニゲーム考えて無理やり遊ぶの面白いよね。これで火をつけるやつだ。そうそうそう、夏いいで、ここのアルパカ集めでしょ。あったね、そのアルパカ集め。アルパカもあったね、自分の色が出るまでとかいつもね、あと地図も埋めたし、そう、これであのヨッピさんのベッドを作ろうって言って、うん、あーそっか、緑の染料が、そう、うん、そしたら近場の海に生えてるシーピクルスが緑の染料になるっていう、まさかのね。そう、あんだけ移動したのに、こんな大きなマップね、埋めたのに見つからなかったのにね。あと海洋の心であれやってるね、コンジットですね。コンジット、コンジット、うん、あの時大丈夫になるやつ。あれこんなエフェクトありましたっけ、コンジットって。このなんか水玉が吸い込まれるやつは見たことないかも。あれこんなんじゃなかった気がするけど、変わったのかな。なんか増えたかもね、これは。上が凍ってしょ。え、上こ、上凍ってる、上凍ってる。ほんとだ。おい、上凍ってるぞ。上は無限なんでね、大丈夫ですけど。おい。おい、これ殺人未遂だよ、これ完全な障害の現行だよ、これ。今日悪い日やね。今日悪い日だね、クミさんね。こんなもん？あとない。あとコメントで指摘されたら負けだからね。この周りはこのもんや。やった、これやった、これやった、やった、四色定理。ジェットコースターやった、クリスマスツリー。あ、あとこの橋を作った時にトモさんがすごい文句言ってた。どれどれどれ。この橋？うん。何よ、そんな素敵な橋作ったのに何で文句言うの俺が。こんなまっすぐな橋作るなんてってすごい文句言われた。そんなこと言う？本当？言ってた言ってた。あ、いいね、やっぱ色使いがいいですね、ソーラさん。でもまっすぐだから俺はで文句は言い続けるけど。ちょっと待ってよ、まあ、おやばい、怖い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 、おやばい、やばいやばい、怖い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 、待ってよ。キムタクかな、動画残っとんかな。残ってるよ。真面目んごだ。真面目んご。赤髪ミンクラフトの最上級の謝罪。真面目んご。真面目んご。終わり？ないこっち。本当にこっち。なんかありそうな気もするな。なんかないかな。まあ地下とかでなんか事件とかはあったりとかはしたかもしれないね。その掘る会とかで。まあ、ね、まあ、でも作ったものじゃないから、うんうん、まあそれはご愛嬌っていうことで。うん。まあ、まあここの地下。あ、あと、トモさんが何ブロックを見るとあったねー、雷が落ちるトラップ、うんうんうん、じゃ行ってごらん、そこから近い、ちょっと危ない気がする。テクトさん、なんか水に落ちた、危ないんですか、なんかちょっと危ない気がする。あ、なんで、ほら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 、危ないのよ、あそこは。あったわ。それで終わり？とりあえずここら辺は。で、最後の平らし子。平らし子ね。平らし子倉庫だったっけ？だよね。まあ、あと鳥ちゃんの動画の方ではね、あっちの方で鳥ちゃんがトラクターを作ってるのは、まあ、そうですね。いろいろごちゃごちゃ作ってますね、はい。そんなもんだよね。俺らで作ったのは。あ、まあ、2ブロック赤髪触れてない。あー。あぶねー。あったね、これ結構視聴者さんの建築でも出てくるようになったね、これ。そうですね、なんか定着してましたね、これは。そうそう、あとあの映したけど、ここにかぼちゃみんが立ってました。かぼちゃみんはそうだね、 1.17 の方行ったね、シーンの方に。そんなもんかな。
移籍したね、かぼちゃミニ移籍で 1.17 の方行って、じゃあ終わりたいと思います。ちょうど11時だ、はい、終わるぞー。で 1.17 になってアメジストとか崩壊石とか使ってここを埋めてると。できてないな、まだ。まだできてないね、そういえば。これいい加減、これ作る、完成させないとまずいっすよね、そういえば。かな、ずっと読んでないもんな。いや、あっちの方ではソーラさんのお城が建っていたりします。本当だ、そんなもんかな。ここが誕生日会場でしょ、パーティー会場、うん、ソリちゃんが作ってくれたあのネザーのトンネルでしょ。はいはい、はい、でこっちがネザーじゃない、やレインボービーコンシステムがもうちょっとで完成という感じ。もうちょっとかな、だいぶかな。もうちょっとじゃないよ、まだ結構かかるんやな。かかりそうだね、ネザーライトがね。ね、まだ半分いってないっていう絶望ね。絶望だね、ね、投げ。別に綺麗なわけじゃないのね、このブロック。ね、まあ、強いからね、単純にものが。エンドコンテンツだよね、これ。うん。じゃあ、締めますか、そんな感じで。パート100、皆さんと思い出築き上げてきましたが、もう少しこのワールドで遊び倒そうかなと思いますので、100以降もぜひ、皆さん動画楽しみにしていてください。よろしくです、はい、よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。では動画終わります。バイバーイ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 。